タンポポの痩せか痩せかは多くの被子植物に見られる単純で乾いた果実の一種である。このような実の付き方をする植物のめしべは一つであり、成熟しても種を飛ばすことはない。痩せかの種子は下皮にくるまれている。種子と思われていたものが実は痩せ果てだったということはよくあることである。このような実の付き方をする植物にはキンポウゲ、ソバ、タンポポなどがある。 これとよく似たものに、いちごがあり、いちごは、花卓の上に、やせかが乗っている。カヤツリグサカの植物の果実は、脂肪が一つのロキュールで構成されているため、やせかの部類に入るとされている。同じ理由で、キク科の果実もやせかの一部とされている。殻に入ったひまわりの種は、実際の種ではなく、やせ果てである。つまり、ひまわりの種の殻は果火である。 カエデの種子など、羽のついた痩せカは、翼かと呼ばれる。バラもまた痩せカを持っており、バラの実の中に痩せカが数個入っている。穀物も痩せカに近いところがあるが、種皮が薄い種の殻と繋がっている。ユートリカルもヤせカに近いところがあるが、脂肪は複数あり、脂肪はコルク状になっているか、穴がたくさん開くようになる。ありがとうございます。